思いついた言葉を歌にする笑い。 Don't you tell me what you love can do. I can't.
お顔の大きさに対しても大きな歯がずらーっと並んでいます。近くで見えるかな、みんな歯すごいでしょ。この歯に噛みつかれたら痛い痛い痛い、あっという間に大怪我です。10月の何だっけ、水平線の花火と音楽5ですか、21日、はい、10月19です。まあ 19? まあ行けたら行くわ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、泉谷さん、もう4年間泉谷さんで持ってるライブですよ。いやもう行けたら行く初年目にして行けたら行く宣言ですか。よっしゃ。皆さん最後までよろしくお願いします。それでは聴いてください、君の国ロックオン。マジかに、ありがとう。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
で、また後ほど歌謡コンテストがありますので、お暑いですけれども、ぜひご覧になりにいらしてください。ありがとうございました。ビールプレゼンツ一番搾りサマーステージでは、午後5時から浴衣コンテストが行われます。こちらもぜひ足をお運びください。どこ並ぼうや。今年もとっても暑い宮崎となりました。今日はこの会場内に私が涼しい風を吹かせて帰りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。浴衣コンテストグランプリは、エントリーナンバー11番中屋敷美沙さんです。おめでとうございます。さあ、見事グランプリに輝いた中屋敷美沙さんには、キリンビールマーケティング株式会社宮崎支社、支社長山下健一様から授与となります。
グランプリの賞金と副賞としてキリンビールマーケティング株式会社宮崎支社より一番搾りプレミアムギフトセットと着物宮下よりプネタの浴衣が贈呈されます。審査員特別賞をいただいたということで、今とても嬉しい気持ちでいっぱいです。また私はビールが大好きで、ビール専門店でアルバイトをしているほどもうビールが大好きなので、この上ない幸せです。ありがとうございます。はい、長渕さん本当におめでとうございます。見たことあるよっていう人、新しい世界が呼んでいる、これ見てごらん。いや、もう手芸、歌が上手ですね。玉あげました。はい、はい、先ほど時代を歌われた時なんかね、もう皆さんの声ここまで聞こえてきてましたよ。今一緒に歌ってましたもんね。あ、遠慮しちょったってすけど聞こえましたか。本当ですよね。悪かったですね。いやいやいや、でもそれだけね楽しんでいただきましたね。いや、もう本当に歌ってらっしゃる皆さんがすごく楽しそうだし、はい、うん、私よりも余裕持って歌ってらっしゃるから。そうですね。いやー、14歳ということですが、強つやのある歌声、そして伸びやかな声でしたけれども、はい、ただのカラオケ自慢ではないですよね。いや、違います。何かベースとなるものは何ですか？ベースというと、小さい頃から何か取り組んできた音楽はありますか？いや、全然ないですけど、今歌を習ってます。歌謡曲？はい。あ、本当ですか。もうてっきりなんか2歳3歳から民謡をね歌い込んできたのかなと思ったんですが、全然演歌と興味なかったんですよ。なんか声聞くと14歳みたいなね。確かにそうです。でも歌うとすごかったですけども、将来は日本中の皆さんを感動させるような演歌歌手になりたいということですが、はい、目標の歌手はどんな歌手ですか？水森かおりさんみたいな演歌歌手になりたいです。なるほど。水森かおりさんはね、まだ宮崎のご当地ソングがないですので、ぜひとも、はい、ぜひともリサさんが歌ってください。はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に海谷さんお上手ですね。はい。